はい、今度は P、6ページからですね。で、今まで、2回やりましたけど、今までは文字が1個だったでしょ。x イコール、いわゆるもう係数って言葉使ってもいいと思うんですけど、今まではさ、x マイナス4イコール5だったね。ほら、もうほら、わかんない、求めたい数字ってほら、1個だったじゃないですか。だからこれだったら、いわゆるこの定数項の部分だけを操作させていれば、もうこの求めた x の値はすぐ分かってくるんですけど、今度は実はこの x は常にいわゆる文字の係数が1とは限らないんですね。6ページ見てくださいね。 2x イコール8ですね。で、この天秤の話なんですけど、これね、これこういう表現は、教科書では絶対に採用されないって言われたんですけど、しかしこれ枢機卿の副院長さんの数学者からこれ絶賛されましたね。こういう説明はすごくいいっていう感じで、だから私のこの解説って教科書ではなんか絶対採用されないらしいんですけども、説明の仕方は大変いいとお墨付きがついてますので、それなりのちゃんとした方に、これね、こうなるので天秤が使えないっていうことを説明したいわけね。単純に足したり引いたりするっていう天秤が使えなくなるんだ。いわゆる、一応やっときますね。x を三角としますね。で、今 2x イコール8を、これ天秤に考えるとね。で、1個、数字の1っていうのを丸で表現しますね。よろしいですか。1というものを丸で表現して、x っていうのを三角で表現します。よろしいですかね。そうすると今三角2つで2、3、4、こういう状況なんですね。で、これ今釣り合ってるんですよ。これでこう釣り合ってるんですね。こう釣り合ってるんですね。で、1個にしたいんだから、これ1個引きゃいいだろうとね。三角2つから三角1個引いて、当然天秤なんだから、両方から同じものを引いてあげれば、それ当然釣り合ってるんです。これは当たり前に釣り合うんですよね。例えばそうすると、これでポイントは何かというと、この左側っていうのは当然ここの、ここぐらいも計算すると1個減るから、当然こちらの記号とする三角1個、いわゆる x イコールになるんだけども、丸8個から三角1個引けないでしょ。だって種類が違うでしょ。これをだから式で表すとこうなるんですね。だからここだけを式で表現すると、 x イコール8マイナス x となって、8からこのわけのわかんないこと引けないじゃないですか。だから天秤って言っても、そのように足したり引いたりするっていうね、その操作だけでは方程式っていうのは解けないわけなんですね。よろしいでしょうかね。じゃあそこで、じゃあどうしたらいいかね、足したり引いたりするだけじゃなくて、じゃあどうしたらばうまく左辺の方が、いわゆる三角1個、いわゆる文字1個になるかどうかっていう考えた時に、これ2個のうちの1個だから、2で割ってあげればいいと。いわゆるなんかもう皆さんにとってちょっともまどろっこしいかもしれないですけどね、分かる人にとってはね。丸と四角が全く同じ重さで釣り合ってると。で、これは半分に割ると、丁寧に半分に割って、まあこっちだけ取ろうか、これだけ取っちゃうのね。で、こっちもまあ半分にして、こっちだけ取ると。絶対バランス釣り合ってますよね。ということは割ってもいいんだと。引いたり足したりじゃなくて、割ったってバランスは崩れないんだ。だから常に引いたり足したりするだけじゃなくて、割るっていう行為も成り立つんだということを、この天秤を使って理解してもらいたいですね。で、こんなの当たり前だと思う人も多いと思います。ただですね、よろしいでしょうか。よいしょ。大体私が強盗をやると、大体誰がそんな強盗をするんだっていう、よく苦情とやらけ言ってくる人いるんですけど、まあちょっとまずね、それ強盗後でお話しますけど、よって今これだったら、
2x イコール8ですよね。半分にしてあげればいい。両方半分にしてあげようと。ね、こっち半分にしてあげれば、x2 個あるから半分にしてあげれば1個になるでしょ。だから両方2で割ってあげようと。2で割ってあげようと。ね、そうこっち x で、こっちが2になるんだ。ですよね。で、ただ、中学校になると、もう割り算っていう記号はほとんど見なくなるんだと。割り算を見たら、逆数の掛け算っていう発想っていうイメージがポンとこう頭の中に湧くようになってほしいっていう話をしました。そこでじゃあ 2x イコール8、 2x かける2分の1イコール8かける2分の1と、ね、同じものをかけたって割ったと同じでしょ。だからこっちは x イコール4になると。あ、ごめんなさい、間違えました。ここが間違ってるね。ごめんなさい。こうですね。で、4。で、ここが、4になる。あ、前もよく言いました。これね、なぜ今、4になったかって、もう、頭の中の計算が早いから、4って答え出ちゃったのね。2で割らなきゃいけないからね。こういうの、入試でよくやりますから、皆さん気をつけてくださいね。で、こうなる。で、ここでちょっともう一段。ですか。まず割り算という記号はもう中学校を使うなると使わなくなってくるんだよと。だからじゃあ逆数の掛け算という方法でやった方がちょっと数学っぽくなったでしょ。けどここでもまたちょっと考えてほしいんですね。じゃあなぜここで2分の1をかけてるかっていうと、この x の係数をここ1にしたいために2分の1かけてるでしょ。だからもうこの式っていうのは最初この式自体で実はもう x っていうものを表現してるわけじゃない。だからいちいちだから x を1にするためにここにかけてるんだから、いちいちもう先ほどの0にするためにさ、定数項の逆符号の数を足してるっていう、こういういちいち書くの面倒くさかったじゃないですか。もううるさいと。で今回も同じなのね。もうここ x の係1になるためにこの行為をやってるわけなんだから、いちいちここは書かなくてもいいだろうと。ということは両辺に2分の1をかけてるっていうことは、もう左辺の方はもう x は1になるに決まってるんだから、ここの1度の式はこれはうるさいと。それだったらばこういう式の計算をしてもいいんじゃないか。いわゆるこの x の係数ですね。この係数のよいしょ、だから x と限らず文字でもいいですけどね、文字の係数の逆数、逆数を右辺にかけてあげればもう自動的に左辺の x は1になるんだ。で自動的っていうことはちゃんと裏にはこれちゃんとこういう操作があるんですよ。だってここは x の係1になるための式なんだから、いちいち書かなくたっていいじゃないですか。1になるためにマイナスかける2分の1というこの係数の逆数を両辺にかけてるわけですから、もうここは C で書かなくても、こっちの右辺の方に係数の逆数をかける、掛け算だけ残しときは十分意味は通るだろうと。そうするとこうなるんですね。こういう問題の時は x の係数の逆数を右辺にかけてあること、かけてあげることによって x の係数は1になった。ここは頭の中で計算したと考えても結構です。よろしいでしょうか。よってイコール4で、皆さんにこれから要求する解法はこの1は右側のこのパターンの計算なんですね。いいですか。割るの記号よりも逆数のかける掛け算ね、散々やりましたよね今までも。だけどもここは x の係1になるための行為なんだから、 C って書かなくてもいいだろう。そうするとじゃあここを省略するとどうなるかというと、 2x イコール8、x イコール8かける2分の1イコール4。なんかすごいスッキリしてるでしょ。だからこういう感じで今後は x に文字に係数がある場合は、文字の係数の逆数を右辺にかけてあげることによって文字の係数を1にするんだっていう、この行為をしてください。よろしいでしょうかね。よろしいでしょうか。だから点線枠の中の方では点陣と右側に解放の流れっていうね、この一番左のこのパターンやってありましたけども、今は一気にこれを踏まえて最初に皆さんが解いてほしい解放の流れを示していましたね。こうある程度なんかこう流れがあるって分かるでしょ、ね、小学校
っと中学校の後で割の企業減って、だからここはもう省略してもいいだろうと、ね、そういう感じですね。だから皆さん常にこれは暗記じゃなくて、裏にこういうね行為があるからこそ逆右辺に逆数をかければいちいちここの方はもう、左辺の方の文字の係数は1になるんだと。でこれ暗記じゃダメなんで、理解しなきゃダメなんですから、ね、よろしいですか。全部中学校前の数学は必ず皆さん理解できますからね、必ず理解するように黒がやってください。暗記ではないんですから、ね、なぜ逆数をかければいいのっていう時にちゃんと答えられないとダメですよ皆さんね。よろしいでしょうか。それでは、問い3もカッコ1とカッコ3だけ私がやります。よろしいでしょうか。はい、で本当分かる人はもういちいちもう最初の説明だけで問いの方の解説は聞かないでいいですからね。いいです。3x=9 ですか。この係数を1にしたってことは係数の逆数をかけてあげればいいでしょ。けども左辺の方はもう x の係数1になるためにその逆数をかけてあげるんだから、もうここはいちいち逆数のかける式は書かずに x=で結構です。で 9×3/1 ですね。で約数分にして、よろしいでしょうか。2x−16=0 ですね。今度はちょっと応用編ですよね。まず左辺のポイント、今度ポイント何かっていうと、最終的に x=にしたいわけじゃない、我々は。ということは我々は常にこういう時に左辺に文字、左辺ってこっち側ですよ、こっち左辺ですね、左側だ。で右辺、右側ですけど、右辺に数字、まあ、右辺に定数項っていう言葉を徐々に慣れてほしいんですけど、右辺の方に数字を置きたい。だからまずマイナス16をどうしてもこの左辺から消したい。そのためには両辺に16を足してあげればいいんだけども、我々は移項という方法も理解しちゃったので、移項して左辺から定数項、数字の部分を消していきます。よろしいでしょうか。じゃあ 2x=で、移項で大事なことは何かっていうと、符号が逆定数でしたよね。だから16、もう11プラス書かないで結構です。もう0も書かないで結構です。で x の係数を1にしたいためには x の係数の逆数をかけてあげる。だから x=2/1ですね。だから8というふうに結構です。よろしいでしょうかですね。これで一応基本的な方程式ので、これでもう基本全て終わりましたから、よろしいですか。この 1,2,3 だけ理解すれば必ず方程式が解けるようになりますので、じゃあこれで終わりにしましょう。